フロイド・フィリップ・ギボンズはアメリカの従軍記者。シカゴ・トリビューン氏の特派員として第一次世界大戦に従軍した。アメリカにおける初期のラジオニュースレポーター及びコメンテーターであり独特の早口で知られた。戦場以外でも自らの言論によって様々な危機にさらされた。1907年、ギボンズはシカゴ・トリビューン氏に就職した。 1916年にはパンチヨビリア遠征に従軍取材を行っている。翌1917年には英国籍客船ラコニア攻撃鎮の現場に乗客として居合わせ事件について報じた。これらの報道により彼の名は知られていくことになる。第一次世界大戦でも特派員としてフランスに派遣された。ペローウッドの戦いでは負傷したアメリカ兵を助けようとした折に、 ドイツ軍による射撃を受け、片目を失っている。1918年8月、フランス政府は、ギボンズの戦場における英雄的な行動を称え、当時のフランスにおける最高勲章である、ヤシオウツケ戦行十字章を授与した。ギボンズが没してから2年後の1941年6月21日、海兵隊連盟州司令官のローランド・エル・ヤングは、 第一次世界大戦における活動を称え、ギボンズに名誉連盟員資格とそれを示す金メダルを追贈した。これは海兵隊連盟の歴史において民間人に対する最初の表彰となった。1920年から1930年にかけて、ギボンズはラジオコメンテーターやニュース映画のナレーターとして広く知られるようになり、後にハリウッドウォークオブフェームの星も獲得している。 また、バイタフォン社の短編映画シリーズ、You a r True Adventures でもナレーターを務めた。この番組は、視聴者から募集したシナリオをもとに、ギボンズが脚本を書き上げ映画化するというもので、シナリオが採用された視聴者には25ドルが贈られた。1927年、ギボンズは、レッドバロンの異名で知られる、ドイツの激痛王、マンフレート・フォン、リヒト・ホーフェンの電気。 ザ・レッド・ナイト・オブ・ジャーマニーを表した。1929年にはソ連を題材に取ったフィクション小説アメリカ総攻撃を表した。1930年にはドキュメンタリー映画ウィズバード・アット・ザ・サウス・ポールのナレーターを務める。1929年には自分のラジオ番組として水曜夜10時30分11時に放送された NBC レッドネットワークに出演する。 この番組は CBS ラジオで放送されていたポール・ホワイトマンのポール・ホワイトマン・ S ・ショーと並ぶ人気番組であったが1930年3月に打ち切られた。ギボンズは動物収集家フランク・バックの冒険を題材とした小説を執筆したいと周囲に語っていたがバックはエドワード・アンソニーに執筆を依頼した。1930年 アンソニーがバックを題材とした小説ブリングエンバックアライブを発表ベストセラーとなった1939年9月ギボンズはペンシルバニア州にある自分の農場にて心臓発作により死去した1953年ギボンズの弟エドワードが電気フロイド・ギボンズユアヘッドラインハンターを発表した1962年 TV シリーズ アンタッチャブルの一編として、フロイド・ギボンズを題材とした、エピソード、死を呼ぶ特権が放送され、スコット・ブレーディがギボンズを演じた。Before, in, and after ハリウッド The Autobiography of Joseph E. Henneberry Joseph E. Henneberry, Google Books, Hatt Journalism, S. Rowbing Eye, A History of American Falling Reporting, John Maxwell Hamilton, Google Books. ありがとうございます。